今日の県内は長野、松本、飯田で予想最高気温が33度となっていて、熱中症に注意が必要です。長野市では朝から水遊びをする子どもたちの姿がありました。上田や飯田市南信濃などではすでに30度に達しています。予想最高気温は長野、松本、飯田で33度となっていて、熱中症に注意が必要です。また気温上昇の影響で大気の状態が不安定となり、午後は局地的に激しい雨が降る見込みです。長野地方気象台は今夜まで落雷や雹に注意するよう呼びかけています。